はい、それではですね、第24節、柏レイソル戦、やっていきたいと思います。日立柏サッカー場です。それでは、キックオフです。はい、今日の布陣ですね。まあ、前節ゴールを決めた、ハガーがそのまま、ボランチの位置に入ってます。あとはね、さほど変わりはないですね。それでは、キックオフです。柏レイソルは北島、アレックス、大谷、南、古賀政宏。まあ結構なビッグネームが揃ってます。雨ですね。フットボールファンの皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。ここで雨とか結構嫌だね。結局追いつかれ引き分けに終わりました。今日はどちらが行ったことをというか去年ね、第一節開幕戦にここに見に行きましたけどもね、本当にとってもねこう臨場感があふれるいいスタジアムで、また行きたいなと思わせてくれるスタジアムです。さあ雨です。北島がいますね。お、順位はですね1差、はい、勝てば15位、負けたらちょっとね落ちちゃうかもしれないですね。これは落とせないですね。確かにすごい盛り上がりですね。今までの雰囲気と違って非常に気迫が伝わってきますよ。おお、そうか。放送席から見ていてもそれが伝わってきますよ。はい、ジョン・カビラも楽しみにしているみたいです。中盤の選手です。今日の主審は神山みのるさん。神川徹さん、顔は全然違うけどね。はい、あ、それは結構です。さあ千葉でのアウェー2連戦ですね。これはもう関東在住のサポーターは、これはもう大喜び月間じゃないですか。まずは中央から行きましたが、ボールは繋がっていきます。おお。そしてここは吉田。ね、明日というかね、日が変わって今日か。名古屋戦ありますけども。いいプレッシャーだ。名古屋はね、かなりいいみたいなので、どうでしょうかね。ディフェンスの選手です。楽しいサッカーが見れると期待しています。さあ。さあ、そのためにも、いいです。あっと、さあ、ちょっとおいでよ。なんで誰も助けに来てくれない？中に2人いる。うん。綺麗に通りました。いや、いや、切れちゃった。はい、ということで、チャンスをまず最初に作ったのは、コンサドーレじゃないでしょうか。うん。後ろからチェック。北島はね、一時期本当にやばいの。確かにこれね、前回対戦した時にいっぱい書いたのでね。まあ、柏はね、本当に去年行って、オルンガ。オルンガがオルンガでしたからね。あれでしたけど。まあでもね、本当に見やすいスタジアムで、開幕戦で、もう最高だったんですがね、通路がね、ちょっと狭いなっていう。印象を受けました。結構ね、入って出るのがね、もうね、大変で、こう、なんて言うんでしょう。通路と客席がね、一体化みたいな感じになってるんで、本当に入るときもね、こう、なんでしょう。弾幕とか貼ってたりするとね、かなりこう、窮屈な感じでの入場になってましたね。おー、素晴らしい。いやー。まあ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 。いいんじゃないでしょうか。うん。さ、いやー、そこでさ、こペンと、はたいて、せいやに出せたら、大チャンスだった。でもな、よし。あ、いいですよ。いや、よくない、よくない。二人いますよ。おっと。素晴らしい。ファールでしょ、今のは。今のはファールだろう。おかしいってマジで。はあ、これ取られて。いや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 、ちょっとちょっと。オッケーオッケー。これはキーパーセーブしました。さあ。連続ボール伸ばせるか。来た。いいボール出ました。打て。あーっとー。
さあ今度はコーナーキック、完璧でしたね。さあ高さのあるボール、フリーが投げか。え、オフサイドは？は？なんで？なんで？なんで？どういうこと？どういうこと？どういうこと？ふざけんなよ、ほんと。どういうディフェンスをしてんだよ。はぁ？その前が見たよね。何やってんのマジで。さあコンサドーレ、はい、ということで、そうですね、謎の失点ですね。余裕がなくなったわけですからね。ディフェンスは何をやってたんだと。しかしそんなに悪い状況にも見えないんですけれどもね。はい、そうですね、繋がるところでは繋がってますからね。あ、おお、ツートップにうまくボールが絡み出してはいるんですが、もう一方及びません。いやマジ北島のあれ何本当に。いや追いつけない、早い。オッケーオッケー、ゴー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 。さあ何、いいですよ。さあ、うん、いやー、ちょっと。マジかよ。マジか。え？またさっきと？よしよしよし。なんか二人いましたよ。スモーチ。ディフェンスラインで回します。素晴らしいですね。さあ。うまくコースを塞ぎます。うん、うん、マイボール、マイボールですね。抜ければチャンスシーンですからね。そうそう、走り込んでる、なんか来てるぞ、撃った PK、 えっ PK がいいじゃん。ナイスシチュエーションでしたからね。いやこれかえって難しいんだけど、これぐらい、やっぱりそうだよね。もうちょっとパワーゲージ上げた方が、よしよしよし、コーナーだコーナーだ。なー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 、札幌へ、なーなーなー、いやー、まだ来てるよ、まだ来てる。いやー、ちょっとサイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。ここで激しい、誰か一気に来た、なんかこけてたね今ね。オッケー、いい調子ですよね。オッケー、ナイスナイスナイス。さあ35分、何気にねチャンスは作ってるけど、なんかこう1回のね、チャンスに沈められてしまったという感じになってます。激しく奪い合います。いいよ、いやそっちじゃないんだな、そっちじゃないんだな。カビラさん、はい、先ほどのファールに対する青江側の要請ですけど、今のはカードだろう、カードだよ、どぐそよどぐそよ、退場ですよ退場。まあ大きいね、攻撃の流れを見る限りでは今はいいところでボールを受け取れてると思いますよ。チャンス増えてきますからね。北島がね、真ん中から上がっていく、 OK、 はぁ、いや、調子、オッケー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 。そうそうそう。上がれ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 。まあいいね。ここが必要なチェック。プレッシャーを与えます。まだ持っていく。ダビ。これは、いや、ノナボー止められたけどね。これは抜けません。コンサドー、得点を与えてしまってからの動きなんですが、いかがでしょう。そうですね。そこチェック。そうそう。うん、ちょっと硬いですね。もっと激しく。近藤、ガララーガですね。まだ上がっていきます。あ、行きますね。マジかよ。おっ
と抜けてきたぞ。で、アジータ。素晴らしい。きついですよね。そう。カビラさん、さあ、さあ。今紹介がありました。ロスタイム2分です。さあ、前半。ああ。ファル？フォンシャドウ、チャンスです。さあ、ボールが入ってくる。決めろ。よしよしよし。もう一回。決めっ、いやー、これは惜しい。楽にいかないね。しかし今のシーンは決めたいところでしたよね。コンサドー大事な同点のチャンスでしたが、ここはゴールなりません。うーん、厳しいかな、ちょっとね。さあ、つないで藤田、今日は中盤に回っています。 OK、 前にゆっくり送ろうという場面です。左へ回す。ナイス。ちょっとなんかこううまくいかない、いくつほどうまくいかない、そんなね展開の、前半でした。はい、さあ後半です。結構です。特に交代とかねしてないので、なんとかこのメンバーで1点をもぎ取ってね、まずは同点、そして逆転としていきたいと思います。頑張れ。スペースに出した。競り合った。出せねえ。OK、ナイスナイスナイス。さあ、左へ出した。西谷。うん。前回の試合でマンオブザマッチに選ばれています。そうなの？見事な働きをしました。OK。さあ。坪内、ここまで来ている。いいですね。さあ、こっからだ。ここで奪い合う。落として。うわ、いけ、いけ、打て、打て、いや。ファール。ファール、ファール。落とすの良かったですね。落としだとなんか、結構決まりやすいのかな。チェックに行く。あと、オープンスペースを使ってきた。狙いとしてはいいと思いましたけどね。一つ遅かったのかもしれませんね。さあ。ダイレクトで出す。ここはしかしフライト。いけ。さあ固まっている。いて。ああ。よし。よし。ゴール。うん。素晴らしい素晴らしい素晴らしい。コンサドーレ。跳ね返りをね、ノマトが決めてくれました。最後に決めてきたのはノマト。うん。よし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 。さあまずは同点。逆転いくぞ。えいっと、はい、さて画面ではただいまのゴールブライトンが引き連れて、デイト、いいっすね。さあ、さあこれで1対1追いつくことができました。大谷、柳沢、レイソ、ボールキープしています。結構やっぱりね、これね、追いつく展開はやっぱいいですね。いいでしょ。細かいボールの奪い合い。うん、クリアした。古賀正博ね。おっと、ここでカット。ああ、アレックス。オッケーオッケーオッケー。ここに上がるノナト。さあ素晴らしい。ああ、とちょっとだったね。通れば面白かったけど。チャンスになるか。おっと、おっとおっと、いいとこ出ました。おっとおっと、飛び込んだ。オープンだ。北島に何本打たれてるの本当に。今のダイビングヘッドはよく合いましたよね。はい、クロスボールも素晴らしかったです。さあ60分、あと30分ですね。もうそろそろ交代とかもね視野に入れつつ考えていきたい。ボールを回します。うん、スルーパスを出して、いやー、ちょっとでかいかな。きたね。ここはヘッドでクリア。またクライトンが、あー、捉えた、かっさらわれた。さあ一気に前線を送った。いや、だそのカーソルを見はやめよう、マジで。左サイドを使います。ノナ、西谷、
おっと真ん中出ましたよ。右にさばいて。スッとね、なんか入られちゃうんですね、本当にね。激しいチェックが続きます。素晴らしい。カビラさん、はい、ダボディさん、ホーム側ですけど、お、レフリー。対してアップの指示を出したようです。ちょっと走れてるせいや。なるほど。今レポートがありました。交代が見られるようです。うん。そこから西谷。競り合った。いいですね。展開いいですね。さあ上がってきた。外から行った。やっ。あー惜しい。中へ一人入ってきた。もう一人入って。来た。入れてきた。いやーマジか、ブロックされた。南いい反応を見せました。一回当たってるんで難しいボールだと思いますけども、よく止めましたね。前方へ。あ。これはファールです。あ。大丈夫かな。うわーこれはレッドだ。はあ。あ、リータ・ドナリだ。後ろへ下げる。さあ、一人足りなくなってしまった。今よろしいでしょうか。さあ、蹴るのは柳沢。フランスだって、この時間帯に。しかし、これはゴールキーパーがキャッチ。ダビ退場か。いや、何やってんの、マジで。よし、もう、これは、これをやるしかないな。そうだ。ファールだろう。ファール。やばいですね、なんか、スカスカになってきてる感じがあるね。おっと。そして、鎌田。もうちょっと回させようか。大きく縦へ出します。遠目から行った。まあいいよ。もう一度。オッケーだよ。パンチング。コーナーキックのチャンスとなります。ここは大事に行ってほしいですよね。さあどうか。入ってきた。よし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 。さあそうだ。うん、いいプレッシャーだ。ボール収まったと思ったけどね。さあどんな展開を見せるのか。でも80。サイド攻撃を見せましたが、ここは届かない。なんで？オープンスペースを使ってきた。おっと出てきましたよ。後ろへ預けた。よし。いや。穴。いやこっからがね。いやマジか。いや、マジか。よし。かっさらわれた。そこから大谷。ピンチを逃れました。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。いや、もう、この後、いけ。いやー、無理か。高賀正宏もさっきからずっとぴったり疲れてる。あいつマジうぜ。ヘッド。ヘッド。いやーマジでなんで。決勝点のチャンス。ここで激しい。さあ固まっている。おっとミドルから狙った。おおおお。すげえ。いやーもう厳しいかな。ラストワンプレイ長で。ここで試合終了のホイッスルが鳴りました。まあね、退場したけど。なんとか引き分けだけどね、退場なかったらっていう風に考えたりすると、てか交代してないね。ゲームは終わりました。今日の試合ですが、振り返っていかがでしたか。両チームとも納得がいかなかったところもあるんですね。はい、ということで、今日はいいゲームを見せてくれたと思いますよ。このね、ゴールが、今日の試合の内容、まあどうだったのかなというのもありますけど、北島、いや見事なミドルシュートを決めましたね。決めてくれたのでね、まあ次の試合なんとかね、勝ち点3積み上げれるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。後半12分、あーこのシーンです。このシーンですね。ノナと同点となるゴールを演出しました。